お前が悪いって言われるので、うん、あのや、はい、うん、あ、どうぞ続けてください。あ、すいません、ありがとうございます。やっぱこうお前が悪いってずっと言われてると、はい、今少し今緊急ある地震アラートが鳴っております。スタジオで揺れを感じております。皆さん揺れを強く感じていらっしゃいましたら頭を守って身の安全を確保してください。はい、現在赤坂 TBS のラジオでスタジオで、強い揺れを感じています。身の安全の確保をしてください。自宅など屋内にいる人はテーブルの下や部屋の中央など上から物が落ちてこない場所に移動して頭を守ってください。現在 TBS ラジオの震度計は震度4を示しています。はい、大きな地震の、はい、詳しい情報入り次第またお伝えします。皆さんどうか、ご自身の身の安全の確保を最優先してください。ニュースセンターから詳しい情報を伝えています。はい、千葉県で、強い地震がありました。震度5弱程度の揺れの恐れがあります。現在もまだ赤坂の放送センターでは揺れを、まだ若干の揺れを確認しております。放送センターでは震度4を記録しております。現在、気象庁からの情報を待っています。千葉県で大きな揺れを観測する地震がありました。関東地方での広い範囲で、揺れを観測しています。先ほど10時41分頃ですね。地震がありました。震度5強、埼玉南部で震度5強を観測しています。その他震度5弱を、埼玉、千葉、東京、神奈川、これが震度5弱。その他の各地でも震度4などの揺れを観測しています。10時41分ごろ埼玉県南部で震度5強の揺れを観測する地震がありました。現在津波の情報を待っています。念のため津波に注意してください。埼玉県で震度5強の揺れを観測する地震がありました。その他震度5弱を埼玉北部、千葉北西部、東京23区、神奈川東部で観測しています。また関東の各地で震度4、また震度3の揺れも観測しています。先ほど10時41分ごろ関東地方で強い地震がありました。震度5強を埼玉南部で観測しています。現在気象庁からの情報を待っていますが、念のため津波に注意してください。10時41分ごろ震度5強の揺れを埼玉南部、それから東京23区でも震度5強の揺れを観測しています。震源は千葉県北西部、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 でした。先ほど10時41分頃の地震、震源は千葉県北西部で、深さは80キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 です。現在、この地震、震度5強を埼玉南部と東京23区で観測しています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はないということです。関東地方で非常に強い地震がありましたが、埼玉県の南部と東京23区、こちらで震度5強の揺れを観測しています。また埼玉、千葉、神奈川で震度5弱、そして関東の他広い範囲で震度4、また震度3の揺れも観測しています。この地震による津波の心配はないということです。詳しい震度を繰り返します。先ほど10時41分ごろ千葉県の北西部を震源とする非常に強い地震がありました。震度5強を埼玉県南部、東京23区、震度5弱を埼玉県北部、千葉県北西部、東京の多摩東部、そして神奈川の東部で観測しています。その他震度4を千葉県、栃木県、群馬県、それから千葉県、山梨県などでも観測しています。震源は千葉県北西部で、深さは80キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 です。津波の心配はありません。
情報が更新されました。震度5強を東京の足立区、それから埼玉の南部、それから東京の23区、なんだ、埼玉の宮代町ですね、埼玉宮代町、東京の足立区で震度5強を観測しました。10時41分頃の地震ですが、震源は千葉県北西部で深さ80キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 でした。この地震による津波の心配はありません。また震度5弱を埼玉の北部、千葉の北西部、そして東京の多摩東部、神奈川の東部で震度5弱、それから茨城県、それから栃木の南部、群馬の南部、千葉、そして神奈川の西部、それから山梨、伊豆でも震度4を観測しています。この地震による津波の心配はありません。それではまた詳しい情報、被害情報など入りましたらお伝えします。地震の情報でした。はい、関東にお住まいの皆さん、身の回りは大丈夫でしょうか。また詳しい情報がありましたらまたニュースセンターからお伝えします。はい、ツイッターでひとみさんが物がたくさん落ちたよ、うわーっておっしゃってますけれど、本当にね、こういった時こそちょっと普段の物の置き方気になっちゃいますよね。はい、まずはね、ご自身の身の安全を優先しながらまた、お付き合いいただければと思います。